RTA 奏者はゲーム世界から帰れない。主人公は社畜で趣味で RTA 実況をしているという社畜。その社畜がドハマりしているスカイリムみたいなゲームの ME% でゲームクリアをすることに成功。しかし最後のグリッチを失敗した主人公はそれが気に入らないで徹夜でゲームしていたらそのゲームの世界に飛ばされて、そこで世界を救って自己記録を更新する旅に出るという2020年風の漫画。専門用語が多すぎてわけわかめだと思うので補足すると、ME% というのはリアルタイムアタックと呼ばれるゲームを始めてからクリアするまでの時間を競うというゲーマーの中では比較的メジャーな遊びにおいて、何をしてもいいから最速でクリアするレギュレーションのことを言うのぜ。例えばゲーム開始で謎の儀式をすることでエンディングまで飛べるならゲームクリアまで6秒でした、みたいな感じね。他にもグリッチレスとかのジャンルもあって、こっちはグリッチと呼ばれるズル。主に壁抜けとかのズルをしないで正攻法でゲームをクリアするレグレーションのことを指すのぜ。この漫画の主人公は主に ME% なので、壁抜けとかのズルしまくってとにかく理論上最速でクリアを目指すプレイヤーのことを指します。このゲームは主人公は最速30分もかからず全クリできる猛者で、その猛者がそのゲームの異世界に転生してしまって、というのを漫画にしているので、わざとテンポを悪くさせてゲームをクリアするとかやられたらどうしよう？とかって思いましたが、しっかりさっくり異世界転生して速攻でラスボス倒しているのでサクサク進んでディモール飛べね。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。